経験プルプルしてます。リゼル持ってくれば。どうぞ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 。私が斜めになればいい。みんなでみんなでこう傾いて。そういう斜め。じゃあちょっとじゃあお座りさせてもらいます。肉感ってちょ今書いた。こうすればいいのかな。はいよ、出すときに出すって言って、出しますけど見えるかなってやってもらうんで。こういう顔の人みたいに。ケーキで大盛り上がりでございます。スイーツ。今まだアカウント持ってないよ。さっき青木さんが何かやってくれてたような気がします。青木さんがさっき作ったのはこれか、これか。うわ、今やっぱチャンネルを作った。おお、カウントなし。で、アカウントは何にするの。アカウントっていうか、その英語名DOMOTIV。 URL でしょ。あ、URL じゃなくてログインするときのあのコメント。あ、コメントは俺のアカウントにやっちゃってるもんね。そうですよね。そのアカウント別にいいで、アルパカで。あれ、ケーキに目を奪われて私の携帯。あれ、間違えた。スタートしたって言うと思ってる。マジですか。もうスタートしてるもん。ええ今日要請喋っちゃっていい感じですか。トモティブのハッピーストライク始まります。イエーイ。ありがとうございます。なんか拍手をたくさんもらっちゃったんですけど、声が早速突っ込まれてるんですけど、そんな感じで第1回をですね、この焼津市のハバキットスタジオさんにて始めさせていただくことになりました。イエーイ、ありがとうございます。あの案の定行き当たりばったりっていうね空気なんですけども、KK がさっき持っていた札がですね、 KK って言っちゃったよ。こんな感じで私さっき書いたんですけど、アルパカモコモコプレゼンツトモティブのハッピーストライクというタイトルで各週月曜日この時間に放送をさせていただくことになりました。以後よろしくお願いいたします。今日はですね、ど素人なんで、トーキングど素人なんで、アルパカモコモコのお二方を助っ人もといゲストにお呼びしてですね、奇想天外トークを繰り広げる感じでいきたいなと思いますので、アルパカモコモコのお二人よろしくお願いします。どうもどうも、よろしくお願いします。何これ、いつもの席。どうしよう、ちょっといつもの席になっちゃう。アルパカスタイルで、アルパカスタイルで。あ、やばい、カズくんが入ってない。なんでカズくんが入ってない。よりたまえよ、よりたまえよ、チコよれ、チコよれ、苦しゅうない。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。誘っていただいてありがとうございます。いやいや、その説はお世話になりました。その説はでもすでに正座なんですけどね。パパさんいつも正座ですよね。そう、これが落ち着くんですよ。落ち着くんですか。私もよくご飯とるテーブルですよ。日本人だもんね。そう
日本人だからね、座布団使えよって話なんですけど、あのカウンターで正座みたいな。カウンターでカウンターキッチンで正座あるある、たまによくありますよ、そんなことは。そんなわけね、始まっちゃった、始まっちゃったけど、ハッピーストライク、ハッピーストライク、ハッピーストライク、ストライク、グダグダバッターアウト、アウトかい、まあ、アウトしちゃダメだよ、アウトかい目つきみたいに、目つぶし、目つぶししちゃうみたいな感じでですね、今日番組を始めるにあたってブログランドで、ちょっといろいろなんか言いたいことある人はコメントくださいよみたいなことを言ったらですね、祝電をくれた人もいましてですね、祝電を、はい、まあ質問とかそういうのいろいろあったらくれよっていうふうに言ったんですけど、ちょっとじゃあここで祝電を先に読ませていただきますかね、はい、まあ一本なんですけどみんなね、みんなね、おめでとうよかったねとかっていろいろ言ってくれるんですけど、そう、違う、おめでとうだけだからみんなまとめておめでとうって言ってくれましたってなっちゃうじゃないですか、はい私が浜松の方でやっている陰陽座のコピーバンドのベスさんですね、スメラギサヤさんから祝電をいただいております。陰陽座ハッピーストライクスタートおめでとうございます。顔文字、顔文字始まった。トモティブとしてもまた水蓮座のボーカルとしてもこの番組のスタートを機にますますのご活躍をよろしくお願いいたします。気が向いたら番組のイメージソング作って押し付けるのでタイアップよろしくいいね。水蓮座ボー、ベースボーカルスメラギサヤさんでした。いやありがとうございます。アルパカモココも見てくださいこの流れでね、前の配信見てくれたみたいで、あ本当、はい、練習行ったら、見た見たって言ってくれて、よしよし、えついでに、えトモティブさんの会を見たってこと。あそうですね、その見てくれてたみたいで、なんか反響は、反響は上々でございます周囲の反響は上々で、ちょちょいな、なんか結構見たよって言ってくれる人多かったですよ、なんでトーク番組いいんじゃないみたいな、おうおうおういいんじゃないかな、アルパカさんのおかげで、いや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 、アルパカモコモコさんですね、いや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 、もうこれでようやくあれですよ、若い女性の、若い女性って若い、かくないみたいな、ね、新しい番組がね、始まったわけだよね、年齢は秘密、おお、なんか可愛い、まあ、まあ、なんかいろんな通路見ればもろバレなわけなんですけどここでは言わないでも本当にね、こうトモティブさんをね、こうプロデュースしたっていう理由はね、やっぱこれから伸びてほしいっていう、ありがとうございます。 その気持ちがね、やっぱ僕らの中で強かったんです。ああ、ね、嬉しいです、そう言っていただけるとですね、なんでね、ね、そうプロデューサーのね枠が空いたっていう、って言ったらもう俺たちに任せろって感じでじゃあ全力でアルパカモコモこのプロデュースに頼り切って進めていく形で番組人任せ、さあ人任せみたいな、そんなことないですよ、ちゃんと自分でも考えますから、まあ、第2のプロデューサーがね、あーそうですね、今日はね、第1回ということでね、うちのサウンドサポーターが控えているんですよね控えてるんで、出てくればいいって言ったんですけど嫌がったので嫌がったんで、今日はそこにディレクターね、2人並ぶとなんか高層タワーみたいな、すごいね、東京タワーとスカイツリーみたいな今日さっきそこで2人でね、うち の, そのサウンドサポーターの KK とハバキットスタジオのプロデューサーさんが並んでると、なんかでかいなと思ってでかいっていうか、2人とも放送がないんですよ痩せてて、なんか私真ん中に行ったら多分連れ去られた宇宙人みたいなわーあーわーあーどこまで連れて行かれるって思ってたんですよ、メガネだしね、メガネ関係ないか、メガネだしね、あ確かにそうなんですよ、ここで組んだら結構面白いな、ね、って思ったんですよね個人的にはハバキットスタジオのなんだろう、放送タワーみたいな、放送タワー文字通りね放送タワー来たこれって感じ ねもちろん汗だ私も汗かいてます、実はやべ1回目だよ1回目だよそういう汗、緊張してます、うわーって緊張は実はあんましない方なんですけど、汗はかく方ですそれ緊張じゃないですか、あ分かんない、何してても汗はかきます、そう、まあ、緊張しなくても汗は出るんだよ、そうですね、そうで汗同盟みたいな、汗同盟、これトモティブ一気に暑苦しいイメージ定着したわけですが、怪しい系じゃなかったんですか、怪しい系ですね、怪しい系ですか、何もかも怪しいぜあーいいね、怪しい系、なんかいろんなキャラクター作れそうです、怪しい系
八重洲市の怪しげアイドル。アイドルって自分で言っちゃったよ、ね、いや、アイドルだよ。アイドルです。はい、キラッ。無理か。キラッ。ちょっと無理がある。キラッ。今。マカさんより年下だったらまだやるんだけど、マカさんより年下上なんで。言っちゃっていいの？上なんで。言っちゃっていいのそれ？なんか、何が？ごめん、気になった。年齢秘密って言っときながらね、ここで言っちゃうみたいな。今、4人、8分の4。おー、8分の4。ありがとうございます。上場です。上々です。君もハッピーにストライクしちゃうかい？意味わかんないね。なんでハッピーストライクなんですか？私がですね、そう、そこですよ。いいところに突っ込んでくれたんですけど、うん、私結構適当な言葉喋るんですけど、うん、何かもうんって言った、うん、何もかも。あの、私ドツボにハマって、もう、うん、来たこれ、もうキュンキュンだぜって時に、私のドツボでハッピーストライクとかっていうのを言うんですよ。よく言ってたら、あの、友達が爆笑したのがきっかけです。意味わからないですね。わからないと言わないだったのかもしれないけど、意味わかんないって。幸せストライク。そう、もうハッピーストライクだぜ。なんでね、あの、なんだろう、徐々に、まあ、こういうの初めてなんで、どういう風にやっていけるかちょっとまだね、自分自身手探り感はすごいんですけども、うん、徐々にこうね、皆さんのこのツボにハッピーストライクするような番組に仕上げていけたらいいかなと思うんですね。うん、でですね、まあ、ハッピーストライクと言っちゃうぜという番組でございます。ケイケさん、あの、ごめん、僕目悪いんですよ。ごめんね、せっかく。おう、あ、そうなんですよ、撮影の映画違う。おっ、おっ、まさかのこれ画面からフレームアウトとかなってるからね。まさかの小学生が転ぶみたいなさ、みたいな。いや、これがそれじゃん。そうね、こういうフレームアウトの仕方とかね。そう、最近ですね、カズさんに写真を撮っていただいたんですよ。うんうん、Facebook だね。あ、見ていただけましたか。そうなんですよ、今年 CD を作るぞと、うん、アルパカモモで宣言をしてしまったので。やる気はあったんですよ。やる気ちゃんとありますから、うんうん、で、桜のシーズンに写真を撮りたいと言ってですね、焼津、うん、神社に撮影をですね、うん、お願いしたんですよ。うん、もう綺麗な写真が出来上がってきてですね、もう私はもう、あれいいね、すげえ2割増し以上だよ。やばい、私の写真写りの悪さをフォローしつつ、いやいやいや、そう、このね、あの底上げすげえみたいな、ね、放送中、配信中にね、うん、レフ版持ちますって言ったらね、2名がね、いなくて、そう、どっちもいない。どっちもいない。誰だろう。欲しいな、そんな無責任になる。ごめんなさい。ごめんなさい。30分くらい撮影、30分くらいおしゃべり。そうですね、なんか喋りながら、そう、楽しく撮影をさせていただいてですね、綺麗な桜の写真と、なんだろう、5割増しくらい底上げされた私の写真がですね、上がってきてですね、いいですよ、なかなか。焼津神社に怪しい2人がいたわけです。そう、怪しげな。怪しい。そう、私と一緒にいるせいでカズさんまで怪しい。あ、2人とももともと怪しいですから。なんだって。言われてますよ。いや、それはもう認めます。認めます。そう、そうなんですよ。そうなんですよ。汗出てるから、そんなに動揺しなくても。久しぶりに汗すごい。久しぶりなんだ。ね、しばらく抑えてたんだよね。気を抜くと汗が出るし。ついでに焼津藤枝あたりで赤いベレー帽を見かけたら、ピンときたら、ピンときたら110番に。ダメ、ダメ、通報する気満々ですよ。どうするんですか。とりあえず声をかける。そう、そう、きっとトモティブさんです。そう、そして110番にしよう。そう、そうだよ。110番、安心しております。110番頼む、絶対。怪しくないですか。あ、いや、危険じゃないですから。危険じゃない。そう言ってる本人がね、声かけなかったっていうね。そう、あの、この前、そのね、行きつけのゲームセンターでばったり見かけられた話をカズさんから聞いて、声かけなかったんですよって。もう、つい、あ、声かけていいのかな、どうしようかなって。みんなピンときたら声かけるんだぜ、みたいな。うんうん、そう、こう握手をね、求めて。握手、いいのかな、汗かいてるけど。握手とサイン。サイン、そう。マジか、調子乗っちゃっていいのかな、みたいな。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。昨日あったんですよ。そう、実はね。昨日実は。某。
夜のゲーセンでもうテレテテテテであったあったんです伏せてるようで伏せられてない地元ティーみたいですまあ、あの大仏が住んでいるという噂のそう、大仏がね、でかいゲームセンターさんで声かけてもらいましたおお。なんかそう、チラッて見たら赤いベレー帽がいたからあ、絶対そうだ絶対そうだそうかなじゃないか絶対そうだそうなんですよ、音ゲーやってるところそう声かけていただいておっ、おっ、おっ、おっこうやって真正面から割り込んでくださいそうそう、フレームイン、フレームインしてくれて一応確認のためいやもう正面から確認もう、もう確信があったから回り込んでる、マシュから、はい、バッチリ声かけていただきます。あのね、あのこの辺のゲーセンとかで、ね、音楽系のゲームやって発狂してたら私です。どんな感じ？どんな感じ？あー、どうだろう、なんだろう、ミスってあーとかって、恥ずかしいっす。寺恥ずかしいです。あいつ恥ずかしいな、トモティブじゃねえのみたいなそれでわかるそれでもわかるそれでもわかるかもしれないですだから店員を呼ぼうダメダメダメ、あ、常連さんですよってなっちゃうかもしれないじゃないですかいつもいますからみたいなさいつものことですそうそう、近隣に出没するんでね、見かけた方はぜひ焼津藤枝はよく出没してます、たまに遠出をしてえ、この人ここにいるのおかしくないってとこにもいるんでねここまで何しに来てるのみたいなねそう、たまによく言われます、うん、たまによくあ、ノーネーム誰さんコメントくれましたノーネーム誰、何ノーネーム誰って出るんですかね ありがとうございます、この二人がいれば初回から安心ですね、間違いないです、うん、もう鉄板ですね鉄板ですよ、ね、ノーネーム誰さんっていうのは汗を拭けよって汗拭けよとそう、よくトーティブさんの次に出た人かなそうだ ね、うん、うん、かぐやさん、そう、あ、ノリノリな、見ました見ました、ノリノリなかぐやさん見ました見ました、面白かった、ね、なぜかから下から出てきた人、そう、なぜかどうしてこうなったノーネーム誰さんトモ…あ、ほんとだどこどこ、あ、ほんとだタイトルトットモティブになってますね、トットモティブトットモティブこれがね、私は結構あちこちでつまずいて転ぶ人なんでね、割と的を置いてる感じがすごいんですよおっとっとみたいなおっとっと的な、何もないところで転ぶみたいなね静岡の街中で転ぶとかねあれエアコンのスイッチが入りましたカズさん限界のようですカズさん限界です、暑くなってきたね、もうあーもう暑い、夏だよ夏ですよえ、いやいや、まだ春だよ。ねえ。すごいですね。シーズン先取りの男をバッチリ見てる。すごいですね。なんかシーズン飛ばしてるもんね。ああ治ってる。もう治ってますよ。すごい。お早い。ありがとうございます。プロデューサー違うなやっぱ。そうそう、画面三ついでなんですけど、三ついででもないです。質問なども募集してますっていうことでですね。はい、今後も番組の中でですね、随時まあ質問とか。あれば寄せていただければお答えする形でやっていきたいと思ってるんですよ。で、まあ、昨日ブログでちょっと書いたところ質問1件いただきました。っていうか4月1日に配信開始ってことでエイプリルフールじゃないのって嘘嘘でしょめっさ言われたんですけど前の人にも言われたんですよそうエイプリルフールネタみたいな手がかかってる嘘だね手が込んだ嘘だねみたいなさ、そんなブログで堂々と嘘だったらさつかないからさいやいやそんなね僕嘘つけないんでだよね、エイプリルフールってことじゃないですよね、僕っ子ですね、僕っ子ですね、じゃあ質問、前世は何だったと思いますかっていう、前世は何だったと思いますかっていう質問をもらったんですよ、うん、私の前世何だと思います前世想像してみてください、ちょっとなんだろうねくのいシュ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 みたいななんか黒い塊みたいな感じの何それそっからニューってねそれなんかゲームのキャラみたいな妖怪系なんだろう、真っ黒クロス炭になっちゃうででもなんか人形みたいですよ、本当ですか、猫娘、猫娘、あ猫、猫か、猫系、北野、北野って目玉ですからね、目玉で
目玉の方で。目玉の方ですか。なんで人にならないの。みんな妖怪とか。それってどういうことかな。どういうことかな。うふふ。あ、でも猫的なのは合ってるかも。私寝るの好きで。うん、一回寝るとですね、目覚ましかけないと13時間以上起きないんですよ。おいいなぁ。この前16時間っていう記録を出してですね、うん、そんな寝れるんだ。すごいね。そんな寝れるんだけど。そう、一回も起きないんですよ、うん、そうですね。で、電話かかってくるじゃないですか。電話かかってくると出ちゃうんですよ、うん、で、うん、夢の中で出ちゃう。はい、夢っていうか、もう夢の中で 出てるのかもしれないんですけど、うん、全然なってで出てることすら全く覚えてない、うん、で、起きてから着信音だなって思ってえ、どうしたどうしたって言うと電話出たよって覚えてないよ電話出たけどって言われて、ね、猫って人生の3分の2寝てるって言われてるんで、ね、意外と猫的なのに近いかもなって今一瞬思いましたね。コスプレ猫的な。コスプレ猫。コスプレ猫。ノーネーム大さん、今日聞いたエプリルフールで一番面白かったのは何ですか。それがみんな結構真面目で嘘つかないんですよ ね。あ、某アキラさんが、うん、某アキラさん隠してない伏せてないまんまおかしいですよ。某占い師の方がね、一文字も伏せてない言っちゃった。あれ、そういえばいなくなっちゃったね。帰っちゃった。藤枝に行かれた。あ、なんかバルセロナに行ってくれてバルセロナ静岡のバルセロナ静岡今日一番面白かったっていうと、朝のニュース番組で小倉さんが小倉さんが、私小倉さんをに挨拶してから会社、なんだろう、家を出るっていう妙な習慣が。小倉さん、おはようございます。わかります、わかります。朝のニュースでおはようございますって言うんですか。おはようございます。感謝。返さねえよ、返さねえよ。テレビにね、挨拶してね、挨拶しちゃう。そう、小倉さんが、菊原ちゃん結婚しましたっていうこと言ってて、えーって思って、小倉さんに騙された。小倉さん、むしろ小倉さんに騙された自分が面白すぎてまんまと引っかかったでこれですよこんな手たらく。そう、まあそんな程度ね、あんま面白いネタを仕込んでなくて申し訳ないけど若いと長時間寝れますよね。そうなんですよ、若くないけど寝れるぜなんか置いて長時間寝るとちょっとどうなんだろうって言われるけど、ね、起きてるのか、しあの生きてるか心配になるって言われる怖いんでちょっと。そう、まあ、ね、あの実家にいた時もさ、ずっと起きてこなくて、寝てってずっと起きてこなくて、ちょっと確認しに行っちゃったよって大丈夫生きてるか確認しに行っちゃったあるあるですよ、あるあるですよ。もう全然バリバリ、ね、寝られるんですけど、起きてまあ、フラフラってすることはありますよね。そうだよ、寝すぎてね、寝るの疲れるって言いますからね、うん、なんか頭痛くなんないですか。そうなんですよ、頭痛くなって、うん、起きてるとやっぱ寝すぎて頭が痛くなるってあると思うんですよ。そう、頭痛いな、もう一回寝ようってなる永遠のループじゃないですか。そう、もうね、一日寝て終わりパターンあれ、なんないですか。頭痛い、腰痛い、もう一回寝るか。もう寝ないよね。いやいやいや、もう寝ないよね。枕を腰に当てて、もう一回寝るか。それやってみよう。一日寝れます、うん、枕腰に当てて、もう一回寝るか。向き変えて、もう一回寝るか。頭痛いから頭痛薬飲んで、もう一回寝るか。もう寝るしか選択肢はない。そうそうそう、誰か誘ってくれたら起きるみたいな。誘ってくれた、誘ってくれた、呼ばれたら起きる。そうそう。お、千尋さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。アニョハセヨ。アニョハセヨ。お、ケーキ食べてる。あ、先ほどの番組でね、あのケーキ屋さんが出てたんですね。そう。そう、見せてもらったんですよ。うん、マユミンケーキを見せてもらったら、もうすっごい可愛いんですよ。もう、ね、あれすごい。そう、甘党なんですけどね。もう見ただけで大ハッスルしました。ケーキすっごいみたいな。大ハッスルね。なんか金粒前買ってきてくれたけど、あ、美味しかったです。美味しかった、美味しかった。あ、よかった。あれ焼津の、あの金粒屋さんです。そうですよね。あの某テレテテテテの通りのあれですよね。普通の人には分かんない。ああ言っちゃったよ。どうですか、あそこ。気になくネタバレをする男ですね。狙った的は外さないですね。
や隠さなくてもいいんだけどね隠したがるカレーでもあんまり知れてないっていうねファンが来ちゃったらどうすんの。あ、そうだ、ボディーガードしない。そうボディーガードこれ以上は私の肉厚でガードするで肉厚ボディーガードこれからさオタク方面を押していけばいいのかな。いや、伊豆市の明るいオタクです。お、もうキリッね、自称ね自称明るいオタク、自称明るいオタクなんで、うん、タネタバンバンなんか来たぞ、してくれていいです。なんか来ましたね。なんか言いにくい家家じゃねえどう考えてもこれはひどい振りである焼肉系今日の提供、あ、今日ね今日のスポンサー焼肉系、焼肉屋焼肉屋、コーラク、コーラク読むのにどんだけかかってるのかもう渡る世間で確かにコーラク、ね、あっちよりうちの方が早い、はい、あ、そうしてます。どうも失礼しました。そしてあのグーテグーテシュークリームで前にかご馳走してくれて、うん、すごい美味しかったですね。え、私も今度買いに行こう、ね、うん、うちの近くでネタバレネタバレしちゃう。完全にお店の名前で検索したら、あ、カズさんってあの辺みたいな。そうあかんやん。ファンが押し寄せたらどうするんですか。あ、ファンがカズくんファンが。カズさん、カズさん。お、アキラさん。こんばんは。あ、アキラさん。こんばんは、バルセロナのから。バルセロナから。噛んでる噛んでる。っていうかね、そのね下のね、のねむあの小倉さんは。それにこれ私読み上げていいのこれ。小倉さんはすでに髪の毛が。聞きたいです。小倉さんはすでに髪の毛がエプリルフールですからね。小倉さん、すいません。すいません。あ、これ悪いの。これ悪いの、ノーネーム誰さんが悪いんですからね。あ、責任転嫁っていう、ね、そうそう、あれですか。小倉さんは悪くないですよね。だそうです。と思うし、まあそんな感じであっという間にもう30分経って、ね、経っちゃうんですよ、これが。まあ、最初はそんなもんですよ。最初はそんなもんですね。徐々に面白い番組を目指します。ということでですね、うん、味付けを味付けをですね、うん、スパイシーで今ちょっとね、私濃い味好きなんで濃い味目指して頑張ろうかな。凝ってる。で、まあ KK からエンディングの指示が出たところでですね、うん、今後のライブ告知をですねさせていただきます。はい、ライブやるんだ。ライブやります。アルパカの時からすでに宣伝をしていたかと思うんですけど、多分これおそらくボード見えないのであ、拡大してる。お、おー、お一瞬家がなんて優秀な家って言わないで4月14日日曜日岡部町の一生庵さんでライブやります。スリーマンライブ、まあフレッシュマンライブという名前のスリーマンライブなんですけど、あとは私とモティブとあとココロちゃんっていう、あの、知ってる、ココロちゃんとあとアニーモートさんっていうね、西のお二方がですね、西の方のお二方が一緒にね出ますのでね、トモティブでチケットを予約していただくと、私の汚いイラストですけどね、あのポストカードなんかが ついたりとか、欲しい、うん、欲しい、するで出来上がったら画像もブログの方に上げますので、ちょっとあのにやかに楽しみぐらいにしておいていただけるサインもしてもらえる、書くよ、握手もしてもらえる、渡すときにするよ。おいいのかな、みんないらないとか言うんじゃないのこれ。汗もかいてもらえる。汗はね、かきっぱなし知ってる、知ってる、もう時々飛び出すな時々飛び出しに耐えられないかで、あとですね、6月にも1本ライブが決まってるんですけど、こちらはまだね、詳しいこと情報が入ってこないんで、うんうん、おいおいね、ブログの方で告知をさせていただきます。で、ブログなんですけど、アメブロやってます。お、はい、アメブロトモティビティで検索してください。おっと、お帰りのようです。お疲れ様です。失礼します。お疲れ様です。 AD さんが借りました。 AD さんが借りました。 AD じゃないこのすごい丸見え感がすごい気を取り直してですね、まあ、アメブロやってます、うん、アメブロとツイッター、まあ、ミクシー、フェイスブックってあちこち手をつけてるんですけれども、フェイスブック、ミクシーはトモティブで検索していただければ出てきます。ブログはアメブロなんですけど、まあ、ヤフーさんとかでトップで、トモティブで入れていただけると、おそらくね、残念なブログが一番上に出てくるので、
もしね見つからないっていう場合はですね、あのトモティブなんですけど、あのトモティブで登録しようと思ったらね、誰かに先越されちゃったんで。いるの？いるみたいなんですよ、どうやら。なんでね、トモティビティで、トモティビティ、トモ TIVITY 検索していただければですね、ツイッターも同じ名前なんで、うん、ぜひフォローなどしていただければと思います。 Facebook はね、いろいろ連動してるんで、カズ、うん、さんの撮った写真も見れます。そう、嬉しい、見れます。綺麗に撮っていただいたんで、ありがとうございます。ハッピーストライク、ハッピーストライク。あ、これダメだ、これ岡村さんになっちゃう。ダメダメだ、パクリパクリじゃないか。あくらん、パクリになってしまった。なんで、まあぜひフォローなどしていただければと思いますので、ですね、まあなんか質問ご要望、まあ、番組でやってほしいことなど何でもいいですね、メールなどメッセージなどいろいろいただければ、それなりにお答えできることに関してはやってみようかなと思いますので、はい、ぜひお寄せください。お願いします。お願いします。こんな感じでですね、もうあっという間に30分ですよ、これが。はい、あ、あ、やばい、ああ、どうぞ。え、どうぞ。次回はどういう感じでやっていきます？次回はですね、ちょっとね、タイトルをトモティブの行き当たりばったりに変えた方がいいんじゃないかっていうぐらい何も目が立ってないんですけどですね。とりあえずまあちょっと喋りながらね、うん、私のポテンシャルをちょっと生かして何かやれたらと思ってるんですけど、うん、ちょっとね、あのうちの総合プロデューサー KK に相談しながらですね、思いつきで、思いつきでやっていくぜ。はい、はい。すみません、がっかりで。いや徐々に面白くなっていきますから、はい、いきますからね、アルパカモコモコのお二方にもね、ちょっといろいろサポートしていただくかと思うんですけど、もちろんよろしくお願いします。もちろんですとも、よろしくお願いします。もちろんよ、もちろんよ、もちろんよ。おなんだろう。ちょっとアンダーグラウンドな感じにしていこうかな。アンダーグラウンドな感じですか。二次元的な。アンダー二次元的アンダーだけ、怪しい。ごめん出なかった。パカパカしてるね。ハイグラウンド、オーバーグラウンドね。あ、そう。逆はね、頑張って言った結果これだ。ゴーンって、はい、お、ゲーテ、ゲーテじゃない、グーテさんのケーキいただいてます。あれは綺麗だった。あれは綺麗だった。うん、あ、あの写真ね。あ、写真ですか、ありがとうございます、うん、あのね、実物見て、ライブで実物見てがっかりとかならないようにね、ちょっと大丈夫、ね、大丈夫、大丈夫、大丈夫、顔作っていかないといけないんですけど、ちょっとね、頑張りますね、はい、まあね、今後ちょっとゲストさんもね、呼んで話とかっていうのも面白いかなと思ってるんで、いろいろやっていきますので、ライブの告知もどんどんしますんで、こうご期待、うん、こうご期待、こうご期待、こうご期待ですね、はい、こんな感じで、じゃあ今回はね、30分経っちゃったんで、この辺でお開きになりますけれども、はい、今後ともトモティブのハッピーストライクよろしくお願いします。お願いします。ハッピーストライク、ハッピーストライク、ありがとうございました。みんなバラバラ。この番組はアルパカモコモコサガキッドスタジオの提供で、踊りましょう、ゆらゆらと、この身のすべてを豊かに、踊りましょう、ひらひらと、華麗な地獄に気づいてよ、踊り
どこまでも踊りましょう。